今日は社会契約説っていう話をしていきたいと思います。社会契約説、これから皆さんは社会契約説についてとても有名な人3人を勉強していくことになります。名前出てきますか？名前出てきますか？本仏、本仏、ロック、ルソーですよね。で、この3人の発想を、思想を学ぶことによって私たちは民主主義とは何かっていうことも含めて考えられるようになります。で、ロックっていうのは特にイギリスや、アメリカの議会政治にすごく影響を与えており、で、私たちの今の議会制民主主義っていうのもやっぱり他の他国、ヨーロッパやアメリカといったところから参考にさせてもらって取り込んでいるので、私たちの民主主義っていうものの根底にもロックさんたちの思想は必ず含まれています。ので、ホッブズ、ロック、ルソーの3人が社会契約説を通して伝えている国家の在り方っていうのを私たちは勉強していくことっていうのはものすごく意義深いものだなと思っているので、まずはそれをやっていってほしいんですけども、じゃあ社会契約説とは何なのかっていった時に、それは自然権を守るためにどんな契約をしていけばいいのかということになります。次に出てくる大事な言葉は自然権です。自然権、この自然権というのは何かというと、自然法の下で唯一保障される権利のことを言います。で、例えばそれは財産だったり、私たちの自身の財産とか生命とか、あと自由とかね、こういったものを守る権利のことを言います。で、それはお互いが自然法というものを尊重し合う社会の中で当然のごとく保障されるべき権利という意味で自然権と呼ばれています。じゃあその根底にある自然法とは何なんでしょうか？自然法、これは自然にある法律って言ってしまうと言葉通りですけど、これはですね、例えば昔、古代だったらどういう話かっていうと、人間と神の関係、古代の人たちからすれば人間と神というものの関係性を結論付けてくれているものという意味で自然法ということを定義していました。例えば近代になってくると今度は人間とは何ぞや、世界は一体どうなっているんだ、こういった問いに答えるものとして位置づけられています。つまり自然法っていうのは人間が作る人工的な法律だでしょ。人工的、例えば日本で言えば日本国憲法だったりで、ああいうのっていうのは何かっていうと、これは、今、その国のみで適用される法律のことを言います。でも自然法というのは、これを包含する、もっと言うと時間的にも永遠だし、時間的にはもう永遠ね、もうどの時代、過去に振り返ろうが何千年先の未来を模索しようが、もう永遠に適用されるべき法律、それからその国っていうか、もう世界でね、全体的な世界でもどこに行っても共通に守られるべき法律っていうのが自然法ということになります。そしてその自然法をお互いに尊重し合える理想的な、社会の中で保障される権利というのは、自分たちの財産や生命、自由というものを守る権利ですよ。でも大事なのは自然法、自然状態、
が自然状態。自然状態では人間っていうのはどういうふうに振る舞うものなのかっていうのが、やっぱりホーブスやロックさんとかルソーさんの中では前提がちょっと違うんですよね。前提がちょっと違う。で、前提がちょっと違うので、その自然状態にある人間のお互いがうまく自然権を守るためには、守っていくためにはどんな契約を誰と交わすべきなのかっていうことを考えた。そしてこの社会契約説というものの根底にあるのは、これはもちろん理想国家なんですよね。理想的な国家とは一体何であるのか。3人は三者三様いろんな国家を考えます。そしてその3人の国家のあり方の根底には、それぞれ社会契約というものが存在して、その社会契約というのはあくまでも自然権を守るためのものである。自然権とは自然法に根ざした権利であるっていうところをまず一番最初の頭に置いとかないといけないんですよ。ただね、ただもちろん理想国家というものをゼロからね積み上げてって作るっていう話ではありません。すでに私たちは国家に住んでいますし、もう今世界的にはいろんな国家が存在している。で、この人たちがいた時代にももちろん国家というものはすでにあった。じゃあどういうことかというと、理想国家に変えていこうっていう話なんですよ。要は変革です。これが求められているもので、例えばね、ロックさんとかルソーさんの話っていうのは、この先イギリスの名誉革命だったり、アメリカの独立革命だったりっていうところに、彼らの思想がこうであるから、私たちのその抵抗権だったり革命権というものは保障されていて、私たちが国王を倒したりとか、自分たち の理想とする政治を実現するように訴えかける行為というのは正当なものなんだっていうことを国民たち自身が論拠として持てるっていうものを作ったのがこの3人の功績なんですよね。だから変革革命は起こった。もし思想的後ろ盾がなければ、私たちっていうのは多分抵抗はできないし、今のね、ちょうど今2015年8月にあって、今日が8月9日長崎の日です。原爆が落とされた日ですよね。で、8月15日はポツダム宣言、そして、安倍首相の70年談話がこれから、ね、公開されますけども、安全保障関連法案の話でね、この日本という国が揺れている時に、じゃあ、彼ら、反対派の人たちっていうのはデモ行進だったりとかってするわけですよね。反戦運動とかするんですけど、彼らにも彼らの、バックグラウンドにはやっぱり思想があって、でそういった私たちの行為を正当化してくれる思想を彼らが持ってるからこそ、彼らは自身の思想を背景とした、デモっていう行動が取れるわけですよ。なので、今回の話っていうのはただ単に高校倫理の話ではなくって、実は今私たちがちょうど迎えている民主主義とは何かという問いに答えることにもすごく重要なヒントをくれますので、ぜひですね、これからホブズさん、ロックさん、ルソーさん、それぞれ3人のことを話していきますが、ぜひ、頭の中に入れてもらって、でさらにその根底にある社会契約説とは何か、自然権とは何だったか、自然法とは何だったかっていうことをまた思い出してもらえたら、今の世の中の在り方っていうのも見えやすくなると思うので、ぜひ参考にしてみてください。